アルゼンチン中央部、アンデス山脈東側に独立しているのが、コルドバ山脈。コルドバ山脈は、アルゼンチン中央部にある山脈である。東側と南側にはパンパ、北側にはクランチャコ、西側にはアンデス山脈の山麓がある。南西部の一部がサンルイス州に含まれる他は、全域がコルドバ州に位置している。南北に長く、 コルドバ山脈でも標高が低い地域は温暖な気候であり、欠片の気候区分では温帯化う気候の区アに区分される。夏季は湿度が高くて暑く、頻繁に雷雨があり、冬季は乾燥して穏やかな気候である。コルドバの都市平均降水量は約715ミ、mm、リメートルだが、降水量は地域によって大きく変化する。 山脈の東側では年平均降水量が1 2 0 0ト、mm、ルに達することもあるが、山脈の西側では4 0 0、mm、トルに満たない。標高の低い地域の最高気温は高く、夏季には摂氏33度、冬季には摂氏16度になるが、標高2 0 0 0ルでは約摂氏14度と涼しく、露出が非常に強い。しかし、冬季はとても乾燥するため、 標高の高い地域であっても降雪は大変少なく、高新予からの氷河や州氷河が存在する証拠はない。この地域の人口のほとんどはコルドバシに住んでいる。コルドバ州の人口の約半分はコルドバシに住み、残りの人口のほとんども山脈の東側に住んでいる。この地域には高地が不足しており、少数の住民は山それ、自体に住んでいる。 山での重要な産業は放牧業や観光業である。コルドバ山脈はアルゼンチンで最も重要な休暇の中心地の一つである。山々の涼しい気候により、裕福なコルドバ市民向けの夏季のリゾート開発が促進され、アルタグラシアやヘススマリアなどの観光地が開発された。年間300万人の観光客が山脈を訪れており、最も重要な観光地は、 ビジャカルロスパス、コスキン、ラファルダ、アルタグラシア、ビジャヘネラルベルグラーノなどである。ありがとうございます。